人の心を動かす重要感についてお話しします。こんにちは。ビジネス達人の教えをお聞きいただきありがとうございます。私はデール・カーネギートレーニングジャパンの佐々木千鶴と申します。このプログラムは東京港区赤坂にありますデール・カーネギートレーニングジャパンのハイパフォーマンスセンターからお届けしております。このチャンネルではコミュニケーションスキル、リーダーシップ、プレゼンテーション、セールスにフォーカスしお話ししてまいります。まずはじめに今日のデール・カーネギーの原則をご紹介しましょう。このコーナーではデール・カーネギーの書籍人を動かす道は開けるに書かれている60の人間関係とストレスに対処する原則を毎回お一つずつご紹介してまいります。今日のデール・カーネギーの原則、人間関係の原則4番、誠実な関心を寄せる。人を動かすの中の私の好きなエピソードをご紹介したいと思います。友を得る方法を学ぶには、世の中で一番優れたその道の達人にやり方を学べばいい。その達人とは、我々が毎日道端で会っていて、私たちが近づくと尻尾を振り始め、立ち止まって撫でると夢中になって好意を示してくれます。何か魂胆があってこのような愛情表現をしているのではなく、家や土地を売りつけようとか結婚してもらおうとか、そういう下心はさらにない。デールが飼っていた犬の名前はティビ。私はこのエピソードを読むといつもにっこりしてしまいます。デールはティビーについてこんなことも言っています。ティビーは心理学の本を読んだことがなく、またその必要もなかった。相手の関心を引こうとするよりも、相手に純粋な関心を寄せる方がはるかに多くの知識が得られる。相手の関心を引こうとするよりも、自らが相手に純粋な関心を寄せることが大切ということですよね。ということで今日のトピック、人を動かす重要感について見ていきましょう。感謝の気持ちの適量とは、感謝の気持ちを表す際の適量ってどれくらいなのでしょう。デール・カーネギーも彼の著書人を動かすで、人を動かす秘訣はこの世にたった一つしかない、この事実に気づいている人は甚だ少ないように思われると言っています。人を動かす一つの方法は、自ら動きたくなる気持ちを起こさせること。これが秘訣だと言っています。そして彼はこう付け加えています。重ねて言うが、これ以外に秘訣はない。さて、どうしたら他者に自ら動きたくなる気持ちを起こさせることができるのでしょうか。デール・カーネギーはこうも言っています。人を動かすには、相手の欲しがっているものを与えるのが唯一の方法である。さて、相手が欲しがっているもの、それは何でしょうか。心理学者のウィリアム・ジェームズ氏が、人間の持つ性情のうちで最も強いものは、他人に認められることを渇望する気持ちであると言っています。ここであえてジェームズ氏が渇望するという言葉を使っていることに注目してみましょう。認められたい、感謝されたい願望は人間の心を揺さぶっている焼けつくような渇きなのです。また、その自己重要感に対する欲求は
人間と動物とを区別する主な人間の特性とも言えます。例えばリスを見てみましょう。集めたどんぐりの数が少ないとか、見た目が可愛くないからといってしょげているリスはいませんよね。自己重要感を与えるには、あなたが知っている相手の長所を伝え、それに対して敬意を表すことです。感謝の気持ちは惜しみなく十分に表現しましょう。そして見つけた長所は言葉でも表現するようにしましょう。これは多くの人から慕われている方々の世界共通の哲学とも言えます。では、ブレイクの後は感謝の気持ちを表現する4つのキーポイントをチェックしていきましょう。このプログラムはデール・カーネギートレーニングジャパン公開コーストレーニングのスポンサーによりお届けしております。デール・カーネギートレーニングジャパンでは、公開コーストレーニング、インハウスカスタマイズトレーニングをオンラインまたは対面で、日本語そして英語のそれぞれの言語で行っております。このチャンネルでは各週でビジネスプロフェッショナルに役立つアイディアや情報をお届けします。ぜひサブスクライブをご登録ください。そして同僚、ご家族やご友人にもご紹介いただけたら幸いです。動画での学びを深めたい方、ジャパンデールカーネギーテレビで960以上もの動画コンテンツをご覧いただけます。第2土曜は YouTube でザ・ビジネスプロテレビショーもアップされています。ぜひチェックしてみてください。またデールカーネギートレーニングジャパンについてはウェブサイト japan.dalecarnegie.com をご覧ください。世界のビジネスプロフェッショナルの愛読書として名高いデール・カーネギーの人を動かす道は開けるもぜひお読みください。なお、このビジネス達人の教えについてのご感想やリクエストは地図.sasaki@dalecarnegie.com までご連絡いただけましたら幸いです。お帰りなさい。さて、感謝の気持ちを表現する4つのキーポイントについて見ていきましょう。これらをマスターできれば、人を育てて、導き、強力なリーダーシップを発揮することができます。さらに、これらのキーポイントは、セールス、プレゼンテーション、子育て、パートナーシップなど、ビジネスでも、プライベートでもとても役立つアイディアとなることでしょう。では、まずはじめに、1番、率直で誠実な感謝や称賛の気持ちを伝えましょう。誠実に感謝の気持ちを伝えることがとても大切です。自分に置き換えて考えても、私たちは相手の言葉が誠実な言葉か、そうでない言葉かは簡単に気づくことができると思いませんか？自分の欲求を忘れて、他人の長所を考え、心から共感し、惜しみなく称賛を与えましょう。相手はそれを心の奥深くにしまって大切にします。与えた本人が忘れても、受けた相手はいつまでも忘れないで慈しむことでしょう。さて、次のポイントに参りましょう。2番、批判、非難もしない、不平も言わない。リーダーシップを発揮する際、コーチングや評価面談など、我々は人を育て、導く場面に遭遇します。ご存知の通り、私たちは批判を受けた瞬間、耳を閉ざしてしまいます。もしも相手の成長のためのメッセージを伝えたいのであれば、グッド・アンド・ベターで伝えましょう。つまり、彼らが行っている良い点を
グッドとして伝え、感謝し称賛します。そしてその後に、彼らの行動でさらに良くなると思われる点をベターとして伝えます。たとえ彼らの成果が期待値まで到達していなくても、ここまではできていて素晴らしいですね、この部分はよくできましたねと伝えた後に、あなたならここまで目指せますよというように激励するのです。そうすれば彼らは好意的に耳を傾けてくれることでしょう。さらに次のキーポイントを見てまいりましょう。3番、相手が重要な人であると伝えましょう。私たちは好きな相手の話に耳を傾けます。そして私たちは自分のことを好きになってくれる人を好みます。他者に備わっている特性を認めることは、重要感を与えることになります。それが彼らの心を引きつけ、彼らの自発的な行動を促します。彼らは私たちの期待に応えたいと思っているので、パフォーマンスも向上していくという好循環を生むことができます。次は最後のキーポイントです。4番、相手が受けて正当と思われる評価を十分に与えましょう。想像してみてください。優しさにあふれ、周りとの協調性を重んじるばかりに、自分の持っているアイディアを主張したり、柔軟性を発揮することができていない、そんな方がいるとします。そんな時は、この方が本当は持っている素晴らしいアイディアや柔軟性の部分をしっかりと見て、ポテンシャルを認めてあげることで、その方はそれらの要素を勇気を持って発揮し始めることが起こります。このように、私たちの中に眠っているダイヤの原石のような磨けば光る、その方の資質を引き出すことにより、あなた自身と他者を成功に導いていきましょう。その方は思いがけない特性というダイヤモンドの原石をあなたが発見してくれたことに感動し、それを大切に磨き続けることでしょう。さあ、4つのキーポイントいかがでしたでしょうか。今では科学的にも、褒められたり承認されたりするとセロトニンという物質が出て、それがモチベーションアップにつながるなどと言われるようになりました。北風と太陽で言えば、太陽のようなリーダーシップの方が、相手は好意的に、そして積極的に最大限のパフォーマンスを発揮してくれるのです。そう、誠実な感謝や称賛の適量は多ければ多いほど良いということなのです。今日もビジネス達人の教えを聞きいただきありがとうございました。新たな気づきはありましたか。エピソード5では、セールスの皆様、お客様との対話についてお話しします。セールスの皆様がスッとするお話になると思います。ぜひ次回のエピソードもチェックしてみてください。それでは次回のビジネス達人の教えでお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。